芝吹雄俳句新人賞は、日本の俳人のための公募による俳句の新人賞。愛媛県出身の溶接の俳人、芝吹雄の名を冠し、新鮮な感覚を備え、大きな将来性を有する若い俳人に贈られる。この賞が有因となって、今世紀の俳句をリードする、新たな感性が登場することを強く願う目的で二0二年、財団法人愛媛県文化振興財団によって、 創設された。以後4年周期で開催。2010年の第3回をもって、主に予算面での理由により一旦は、休止が決定していたが、石島達太郎産業技術大学院、大学学長を委員長とする芝吹を廃育新人賞実行委員会が新たに立ち上げられ、従来の選考方式を保持しつつ主催が引き継がれた。実行委員会の活動は主に有志の寄付と、 ボランティアによって成り立っている。選考は、第1回より第4回まで、大石悦子、木戸明、斉藤新南寺、津島康子、坪内敏則の,の5名で実施。第5回は、木戸明、斉藤新南寺、津島康子、中村和弘、西村ガニア、関悦津市にて実施。その他、運営には参与である、西村ガニアが大きく携わっている。 伝統的な作風のみならず、有機提携から大きくはみ出た作品にも賞を与えており、従来の廃壇の賞とは異なる自由な気風を持つ。4年に一度の開催ながら受賞後に、廃壇で大きな活躍をする廃人もすでに多数出ており、専門廃人の登竜門の一つとして定着している。39歳11ヶ月以下の廃人による101組の応募作品が、 選考対象となる。数年以内に発表したものであれば、既発表作品も応募か氏名、属性を取得したまま、選考委員全員が目を通した上で一時、選考通過作品が決定され、公開討議による二次選考を経て、受賞作品が決定される。賞は、芝吹を廃く新人賞のほか、各選考委員5名の名をそれぞれ冠した。 奨励賞が自責として設けられている。第3回からはさらに一時先行落選作品の中から特別賞も選ばれている。賞品は第1回以降以下のようになっている。第1回、第2回、第3回、第4回、第5回。ありがとうございます。